それでですね、今回あと1週間か2週間しかないという前提でこの時間の過ごし方ということでお話をしていきたいと思うんですけれども、この2週間の過ごし方っていうふうに考えると皆さんどんなことをするでしょうか。実はですね、絶対やった方がいいこととやっちゃいけないことっていうのが2つに分かれますので、そのお話についてしていきたいというふうに思います。まず絶対やっちゃいけないことがありますね。これ何かっていうと、どうしても人間不安心理があって、残りの1週間とか2週間何かやらなきゃいけないっていう気分になるわけですね。ところがですね、こういう時に皆さん結構やるのが、仲間同士で集まった勉強会っていうのを結構されますね。まあこれから全くまっさらで受ける仲間同士が集まってやる場合もありますし、過去にすでに合格している方なんかが試験官役をされてですね、なんとなくロールプレイの流れをやろうという勉強会をやりますが、でこれは全くお勧めしませんね。これもやめた方がいいですね、はい、その場にちゃんと指導経験がある方がいらっしゃるのであれば全然構わないと思うんですけども、申し訳ないんですが、素人の方がたくさん集まってなんとなくロールプレイっぽいことやってもですね、それが試験に対してどういう採点基準になってるかっていうのは全く分かりません。ですので、それはおすすめができないですね。なので仲間内の勉強会、これも絶対やめた方がいいです。で、大体こういう勉強会やると何が起こるかっていうと、まずノックするとこから練習してね、例の仕方やったりして、そういう基本的な流れをされると思うんですが、正直言ってですね、そのマナーの部分に関して言うと、まあ、大人であれば最低限持ってるマナーがあればそんなに細かく見られてないと思います。で、ノックしたりね、礼したりやるとなんかそこに対して努力してる感覚はあるんですが、でもそれ自身が採点基準になってるという部分もほとんどないので、そういう練習をして時間を使ったりしてもったいないのでやめた方がいいなというふうに思いますね。だからこれはしないと、仲間内の勉強会しないと。もっとやらなきゃいけないことがあります。やらなきゃいけない、はい、で何をやらなきゃいけないかというとですね、考えてみると、面接試験っていうのは3つに分かれるわけです。1つは今言ったみたいなその流れですよね、マナーがどうかっていう部分を見ると3つですね。流れとかマナーですね。でこれは一つあると思うんですね。でもう一つ皆さんが気にするのがやっぱりロールプレイですよね。ロールプレイどういうふうにやるか。で最後に来るのが口頭質問。で今言った通り、こうマナーに関してもやる必要ないですね。マナーにもやる必要ないですね。最低限できていれば全然問題がないです。でロールプレイに関しては皆さんなんとなくその時間を経験するという意味で15分間ぐらいやってみるのはいいと思うんですけれども、ロールプレイは正直言って残りの1週間2週間で練習してもここのレベルは上がりません。ですのでこれもやらない方がいいです。で下手にロールプレイの練習するとできない自分っていうのが確認できてしまって、当日さらに緊張するっていう人が出てきます。でレベルアップっていうのは2週間じゃできないですから、ここは手つけないでおいて、今持ってる実力でできるだけ安心して心穏やかに受けられる状態を作るっていう方が大事ですから、スキルアップをここで目指さない、だからこれもやめた方がいいですね。なのでこの残されて1週間2週間で皆さんがやるべきことっていうのはたった1つしかないです。口頭質問、ここをちゃんと対策をしていくっていうのが重要です、よろしいでしょうか。もう一回確認しますと、残りの2週間で仲間内の勉強会っていうのはやめた方がいいです、はい、それがきっかけでかえって混乱した人が出てきます、講師でもない方がですね、あれだこうでだってこう聞き方が良かった悪かったっていうことによって混乱してしまって、当日頭の中が真っ白になっちゃったっていう人、私何人も知ってます。まあそれが良かったって人もいるかもしれませんが、基本的にはそれは精神衛生上の問題しかないので、試験対策としては全くお勧めができません。でやらなきゃいけないのはこの3つの流れの中で口頭質問ですね。口頭質問の対策をしっかりやっていくと、それによりロールプレイ、
が、まあ、スキル上がらないので、それをカバーしていくっていう形になります。でなんで高等諮問がいいかっていう理由はですね、またこの次の課でやっていきたいというふうに思います。